カール・エドワード・トミー・スリム・ボルグッドは、スウェーデン出身のミュージシャン、元レーシングドライバーである。ATS ・ティリルより、第1に参戦した。ボルグッドは、カルマル県ボリホルムに生まれた。ボルグッドの初期のキャリアは、ミュージシャンとしてのもので、主に、ジャズロックバンドでドラマーを務めた。著名なバンドでは、メイド・イン・スウェーデン、ソーラー・アップレクサスに参加した。また、 アバの初期の数曲でドラムを担当した。ビョルン・ウルバーストは、アバ以前にもフーテナニー・シンガーズで共に活動した。ボルグッドは1960年代中盤にロータスのフォーミュラ・フォードでレース活動を開始した。ボルグッドのレース活動が本格的になるのは1972年のことで、このシーズンはクラブイベントのスポーツカーレースで5勝を挙げた。 ボルグッドは1972年から1975年までスウェーデンツーリングカー選手権に参戦しヒルマンインプとボルボ122をドライブした。1972年は同選手権で2位となった。ボルグッドは並行して参戦した同年のスカンジナビアンフォーミュラフォードでも2位となり、翌1973年には同選手権でタイトルを獲得した。 1976年、ボルグッドは F3 にステップアップしたが、1977年までは散発的な参戦にとどまった。1978年にボルグッドは、自らのチームを立ち上げ、スウェーデンの国内シリーズとヨーロッパシリーズに、ラルトトヨタでフル参戦を果たした。ボルグッドは1979年に、スウェーデンシリーズのチャンピオンを獲得し、ヨーロッパシリーズでは、 選手権3位を獲得した。1980年、カイネへのステップアップに失敗したボルグッドは、モナコグランプリの F3 レースに参戦した。このレースでは3位まで順位を上げることに成功したが、ボディワークが緩み、ボルグッドはボディを片手で抑えながら、レースをフィニッシュした。1981年オランダグランプリにて1981年、34歳のボルグッドは、 ついに会一デビューを果たした。サンマリの GP で ATS から参戦したボルグッドのマシンにはアバのロゴがサイドポットに貼られていた。しかしこれは有料なスポンサーであり他の出資者の魅力となった。ボルグッドは予選落ちを続けたが1981年イギリスグランプリでは前者のリタイアにも助けられながらも1ポイントを獲得した。 以後も奮戦を続けたが、それ以上のポイントを獲得することはできなかった。1982年、ボルグッドは、ケンティレルと契約し、ミケーレ・アルボレートのチームメイトになった。ボルグッドは1981年には、数回にわたり、アルボレートよりも上位の予選順位を獲得していた。ボルグッドはこのチームに適応することができず、自身が持ち込んだ。 スポンサーマネーが底をつくとシーズン序盤に突然チームを去った。1983年から1985年までボルグッドは散発的にレース活動を行い、1985年にはマカオグランプリに参戦した。1987年にはルマン24時間レースに参戦し、1989年にはイングランドのツーリングカーレース。 ミルハイや24時間でフォードシエラをドライブして勝利を挙げた。ボルグッドは1986年からトラックレースで名をなした。1986年、ボルグッドはヨーロッパトラックレーシングカップのディビジョン2のチャンピオンとなり、翌1992年にはクラスが改められた同シリーズでクラス B の3位となった。1993年、ボルグッドは フルタイムのレーシングドライバーとして復帰した。ボルグッドは、松田のワークスチームに加入し、クセドス6をドライブして、英国ツーリングカー選手権に参戦したが、成績を残すことができなかった。ボルグッドは、翌1994年に、同じマシンで、ノルディックツーリングカー選手権に参戦し、チャンピオンを獲得した。松田は、翌1995年に、 BTCC へ復帰する計画を立てたが、その計画は頓挫した。1994年、ボルグッドはトラックレーシングカップの第一戦に戻り、シーズンを通じてタイトルを争ったが、イギリス人のスティーブ・パリッシュに敗れた。翌1995年には、ボルグッドは、パリッシュとマルクスエストライヒに大座をつけて、タイトルを獲得した。 1996年と1997年のボル・グッドは選手権5位と4位に止まると他のドライバーを優遇しているとメルセデス・ベンツを非難し現役からの引退を発表した。以後、ボル・グッドはアマチュアレベルのレースに散発的に参戦した。ありがとうございます。